デイリービルの山根で、本日は経済評論家の浅川豊さんをお招きしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先週ですね、<coughs> 浅川さんにあのクレディスイスのこの AT1 債という、うん、まあ特別なね債券、うんえー、がありまして、うん、でその AT1 歳が昔紙くず同然になって、うん、ね世界経済に今衝撃を与えているという。 話をししていたただきまこの問題関連してと言いますかこの影に隠れて、うん、中国経済、うん、どうなってんだろうなというのを久しぶりにお聞きしたいんですよ。うんはい、でこの AT1 歳みたいな概念って、うんうん、中国にもあるんでしょうかねあ,ありますね。 中国の場合にはこれは二級資本債権という呼び方になりますがまあこれは AT1 債とまあ基本同じであると理解すれば良いかなと思います。で AT1 債はあの前でね動画ご覧になられた人は大体分かると思うんですけれどもあの見てない方もいらっしゃると思うんで本当に簡単に説明しますけれども普段は。 銀行が発行する普通の債券扱い、うんえー、なんだけれども銀行がピンチになったらこれは株式の扱い、うんえー、自己資本の扱いになるから、えー、あそうするともうこの元本は返ってくるかどうかわからないというか、うん、もう返ってこないというふうに見た方がいい、うん、危険なリスクを持っているというそういう債券。 でその債券を発行することで、えー、銀行はいざというときには、まあこれだけ、えー、対応能力がありますっていうことで、うんえー、このリスク対応能力があるということで評価してもらおうというこういう感じなんですよね。<ー>で、まあその分、まあ、この AT ワン債っていうのはあ、そのリスクもある分、うん、利回りはちょっといいですよみたいな、まあそういう感じになっているものだったりしたわけなんです。<ー>で、えー、でこれ。 に関して、まあ、先ほども言いましたけれども中国では日給資本再建という,ふうに、えー、呼ばれてます a 8 1歳の場合と同じように期限が来たら、えー、全額償還というのがこれが一応基本ルールなんだけれども、えー、今回ちょっとやりたくないなと思ったらこう先延ばしっていうことができたりするっていう、まあ、そういうことがあったりするんですが、えー、実は、えー ちょうどこのシリコンバレーバンクが破綻したっていうこの辺りが出てきたその3月10日を起点にしてですねえ実は相次いで4件えこの償還延長というのをまあその中国の銀行がやったということが分かってるんですね。それらはみんな中国のまああの地方の小さいい銀行ばかりとうことには なるんですけれどもシリコンバレーバンクでわっと世間が騒いでる裏側で実はそんなことも起こっていたんだよっていうのは知ってておいいいいかなと思ます償還期限延長っていうのは例外的な措置ですよね欧米においても。でも今急激に金利が上がっていて今、借り換えすると金利が上がってしまうから借り換えしないで償還期限延長しようっていう話もあると。中国でも それと同じような動きが起こっていると考えたらいいでしょうかね。うん ととこころががでですすねねね、はいはい、れはねだいいいぶ違うと見たんなんでかといったら欧米は、まあ、今とにかくインフレに対応しなきゃいけないということで、うん、金利をバン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 引き上げるということを、まあ、やってきたわけなんですが、えー、中国は不況があまりにも深刻だから、うん、これをなんとか救わなきゃいけないっていうことで逆に金融緩和をババババンバンンバン進めててるっていう状態なんですよ、えー、で,で,ですからその普通に考えれば今のタイミングで、うん、え借り換えをやってね新しく その二級資本債権というものを新たに、えー、発行してで前の,その債権はそのお金で償還するっていうことをやってた方が全般的な金利はだいぶ下がってるわけですから、うん、まあこの2、えー、級資本債権の利回りも本来であれば下がるはずで,、うん、でそっちの方がお得だよねってことになるはずなんだけれども。うん その選択をやっていないというのが、うん、あこれが今現実なんで、うんえー、その合理的と思われる行動を意外と取ってないということが分かるかなと思いますなな、うん、なんででで合理的な判断ができないんでしょうか、うん、それはですねまあ理由が明示されてはいないから、うん、あ,のあくまでも推測っていうことにはなるんですけれどもおそらく借り換えをやろうと思ってもお金が集まらない。 ええー、借り換えでもう一回こう債権募集やっても、そこにみんながちゃんと応募してきてくれるからって言ったら。多分応募してくれないというふうに考えたんじゃないかなっていうふうに感じるわけなんですよ。うん、で、なんで私がそういうふうに言うかというと。実はもう中国ではね、最近。その自分が預けたはずの預金が引き出せないとか。えー、引き出せるにしても、一日あたり。 円に限る、えー、日本円でいうと10万円、えー、それが上限ですとかという、えー、そういう事態が相次いで起こっていて、えー、これ銀行に預けておいて自分のお金は守れるんかいなというそういう不安感というものがだいぶ高まってるっていうことがあるわけなんですね。で今回この償還期限を先延ばした銀行の一つに、えー、栄光銀行というのがあります。えー、営業の、A、に、えー朽ちっ を書いて栄光銀行っていうんですけどでここはあの経営の混乱で有価証券報告書これをですね2020年以降発行していないという、ええまあ、とんでもない銀行だったりするわけなんですね。 で、まあ、これでっち上げをやるのが私はまあ,ある意味変な言い方ですが普通のことだと思うんですがでっち上げをやってでっち上げがバレるとその後で処罰されるからそれは嫌だとかっていう、まあ、多分よく分からんそういうことだと思うんですが、うん、あそういう有価証券報告書もはあの発行しないというような状態になって ているっていうのが、これが実際なんですよね。だから、中国のこの不動産バブルっていうのは、もう間違いなく崩壊していて。で、それが、その中国経済のいろんなところに痛みを与えていて。うん、まあ、それがこんなところにまで、波及してきているというふうに考えるのが。正しいんじゃないかと思ってます。それでも、習近平が中国経済を崩壊させる。はい。浅香豊町。いうことですね。お買い求めください。ありがとうございます。<laughs> で、浅丘さん、ね。は <laughs>、うん、中国経済の話よくしていただきますが、はいはい、その地方。 だから地方公務員の給料が2割から4割削減されたとかあとバスの運転手でしたっけの給料がね支配だから給料未払いの状態が続いているとか月払わなないとかねんで働いてるんだとかほかにね働き口もないのかもしれませんがこれも全部この一連の動きというかバブル崩壊の中の一つの流れと見ていいわけですかね。そという形で当然考えていいかなと思います。中国の場合 地方政府の,、えー、その財源としてはもちろん普通の税収とかも、えー、重要な財源なんですがそれと、まあ、並ぶぐらいの重要な財源というのが、えー、そ,のその不動産価格がまあバン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 上がっていくっていう状態であれば。 えー、ディベロッパーはそれを安い時に買って、うん、でそこに、えー、そのマンションとかをこう作り上げてでそれを高値で売るとでかその高値で売ったやつも、まあ、買った側からすればまだまだ上がるって思ってるから、うん、うまくなりだすっていう状態だったのがもう今バブル崩壊してあの場合によっては6割引きでも売れないみたいな。うん まあそんな話までで出てたたりりすすするる状態だったりするんですね、ええ、なのでもうその,その土地を売却してでそれでこう収益を得ようと思ってももうなかなか得られないところに今地方政府は実は追い込まれてきていると、ええ、でそうするとそこのところのお金が全然なくなるっていうことになれば。 ああ当然ながらなんですけど払えないものが増えるんで、うん、そうすると公務員の給料も必然的にケチるしかなくなるという、えー、まあそんな状態になっているわけなんですよね。うん、で,でこれが地方政府だけの話じゃなくて、えー、中央政府の財政もです、ね、間違いなく直撃してきてるだろうということは言えるかと思います、うん、でこの中央政府の財政あるか、うん、例えば例としてはどういうものが挙げられますかね。うんうん えーとですね。まあ最近その金融監督当局の職員のえ待遇の話っていうのがえ改定されたっていうのが出たんですけれども、これぶっちゃけ言ってなんですけど、従来の給料は高すぎたからね、半減しましょうみたいなあそういうレベルの話だったりするわけなんですよ。で人によってはね、あの三分の一ぐらいになる、三分の一削られるじゃなくて三分の一になる、えそんな事例も。 えー、あるんじゃないかということが言われてたりするわけなんですね。ええ、で、これなんで、えー、その給料を半減するのかっていう。うん、この建前の話で言うと、はい、今世の中にけ、えー、しからんことに拝金主義がね、うんえー、その広がってると、うん、で、これがあの腐敗温床のえー、元だと。うん、だから、この拝金主義を是正するためには給料を減らすべきだと。うん よよよよくわからなないい理由なんででですすすす逆逆効効果果だと思いますけどね <laughs> そうねね今までもらっていた給料の半分しかもらえない3分の1しかもらえないっていことになったらいやいや今まで通りの生活したいよって当然思えばその分をどっかから補わなきゃいけないっていうことになったらむしろこれ腐敗の温床になるんじゃねえのっていうえそういうものすごくおかしな理由だったりするわけなんですけれども。 えー、しかしながらそれを、まあ、そういうへ,へりくつをこねてでもですねやらなきゃいけないところまでついに中央政府も、えー、陥ったんではないかという感じだったりするわけなんですよね。で,でこの,その金融監督当局の職員の給料だけじゃなくて、えー、その今まではその高給取りとして言われていたあその大手の えー、中国の国国有銀行、うんえー、中国の四大銀行とかは日本の,あの三菱 UFJ なんかよりもはるかにでかい、うん、あの世界の中のトップ4を占めるぐらいの本当に、うんえー、すごい大きい銀行だったりするんですが。 これらの銀行の給料にしてもなんですが一般の公務員並みに引き下げようという話になっているので同じ扱いで今までの3分の1ぐらいに減らされるようなそういう話がどうも出てきてきいるんですよねなのでそういうことまでやらなきゃいけないところに今中国政府は追い込まれているというふうに見ればよいかとは思います。 これ地方政府とまあ中央政府のね財政赤化の話でしたが、もっとこう庶民レベルというか民間レベルでなんかもっとエピソード作れませんか？はいはい中国経済崩壊のエピソード作れませんか？佐川さん。もうねいっぱいあるんですよ。もう喋りたくてうずうずしています。はい。でまずですね今ホームレスが激増してるんですよ。で要は賃貸住宅に入っていればそのね家賃を当然入れなきゃいけないっていうことになるんだけれども今不況で えー、給料削減であるとか、うん、あそれからまあ定職にもうつけなくて日払いでなんとかつなぐとかそういうことしかできないから家賃払うことができなくなって、うんえー、もうその外へ出ちゃったと、うんはい、でも田舎に帰るわけにもいかないから少しでも稼がなきゃいけないっていうことで。 それでその駅とかにですねホームレスがずらーっと並んで寝ているというえそういうような状態になったりっていうような感じのことがえ実は起こっていたりっていうことがあります。でフィナンシャル・タイムズにねあの出てた記事においてはなんですけどもえその北京のまあ,あるその日雇いで働いている人の話をまあ引用してみたいな感じになってたんですけどもう。 自分たちみたいに、なんか特別な技能を持っていないような。そんな人間は45歳過ぎると、もう日払い労働の仕事ぐらいしかやりようがないんだよというような感じ。もう定職なんかにつけるなんていうことはありえなくなっている。なんていうね、そういう話もありました。で、それからそのホームレスがわーっといて、で、まあ取り締まれみたいな感じで、まあ追い立てて、その取り締まられるってこともあるんだけれども、逆に。 そのホームレスからその罰金なるものを徴収してそこでホームレスでいさせてあげるという <laughs> とんでもないことまで起こってるんですよね。で要はそういう形でもって自分たちが失った収入というのをそのホームレスからこの少しずつでもこの奪い取ってそれで補うようなそういう感じのことが行われてるなんていうのもあったりします。であるいはその道路に 勝手に石書みたいに作るんですよ、うん、で車でバーッと行こうとするともうその人々がその左からも右からもワーって出てきて、うん、車が通れないようにして「通行を払え」と「<で>払わないとここを通さねえ」みたいな、うん <laughs> えー、そういう感じのことを、まあ、やっているなんていうのも、うん、あのいっぱいあるしそれからもう偽警官が、うん、あの検問みたいな感じで車を止めてで。 えそれでその車の中に消火器は置いてあるかとかって言い出して「いや消火器なんて全然置いてないよ」ということになると「いや消火器を置かないのは危険だから罰金だ!」とかっていう,えいうような形で持ってですねえそれでこう罰金を取るみたいなまあそれも間違いなく詐欺だと思いますがそういう詐欺行為も行われているという。かかとにくくみんななお金がててて困っていて で誰かからその分をその引っ張り出してですね何とかしなきゃいけないっていうことで今必死こいてやってるのが今これ中国の状態っていう感じなんですよね。なので今年の経済成長率ね中国は復活して5%経済成長になるなんてねえ言っていてまあ IMF はじめ世界的なこういう機関も。 それ前提に、ねうんえー、中国経済になんかこう依存するような復活シナリオを描いてますけど、うん、もうどう考えても無理じゃないですかって、うん、<laughs> やっぱり言いたくはなりくなますよねその習近平、中国としてもこれ、ね、コロナ明けて、うん、これから、ね、経済世界経済全体が、ねうん、こう復活していく中で、うん、中国はその中心となるんだよね、うんうん、支えると。 お金くださいって言っててて言ますすすよよねう <ん S 1> <laughs> そうなんんでで <うん S 1> 矛盾してる本当にう <ん S 1> もうねう <ん S 1> 無,無理無理無理もう,どう,もうとにかくみんなお金がなくてみんな苦しんでるその中で本当に、えー、汚い手をいっぱいバンバン使ってなんとかしようっていうのがそれが今の中国なんでいやー本当にとんでもない状態になっちゃったなと思いますよね。 ということで、はい、まあね、何ヶ月に一回か <laughs> 恒例の浅川、はい、豊太の中国経済崩壊論でした。何度目だよってこれで、ね、<ー>コメント欄でも来るんですけどね。 いやだけど実際に本当に進行してるんだから <laughs> 進行してるんだから, <laughs> だから崩壊しつつあるというかね、うん、今進行中崩壊中ですからもうまさに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 そうそんなにまさ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 にもさにまさにまさにまさ それが抑えられないというのがここまで進行してるんだよっていうのをここはねちゃんとね、えー、見てほしいななんて思いますね。でいずれこの本がね、うん、あの小室直樹さんのソビエト帝国のほうがいいでしねみたいなあれもだってラグがありましたもんね。これれがが発売されたのが 二三年前ですか。二、えー、年ぐらい前ですかね。はい。じゃあ,あと七年はやれますね。いや、うん、<laughs> <laughs> いや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 。まあまあそういう感じで、はいはい、頑張りましょう <laughs>、はい。頑張りましょう。超公開をね、はいはい、願いつつ。そういうですね。まあ、はい、あの経済は間違いなく崩れています。はい <laughs> はい。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。